それで小だって、うん、小サイズだって思うんだよ。いきます。うん、美味しい。これ食べやすいだけ時間がないよ、もう時間がないの、うん、早食いチャレンジ行くかな。もう30分しかないから焼き肉。うまいわ。いいね、いい焦げだわ。どうすか、いいっすね。から行こうか。ノーマルでまずは行きましょうか。ご飯はなし。ご飯は時間がないで、あと30分でやる。うん、しそう、しそう、美味しい、美味しい。味噌、味噌だねみたいな、このね、うん、うん、うまっ。まずはノーマル、ノーマルとろろで、これをつけるんだ。ここに本当にわさびだ、これわさびとろろ、おうち合う、和牛に合う、めっちゃ合う。じゃあ次、梅、梅とろ、こんな、うん、あの焼肉にとろろって合うんだね、初めて知った。どんな組み合わせもあるのね。初体験って感じ。すごいね、さっぱり食べれるね。つるつるっと、くどくないっていうかね。よし、一品完成。いや、これが、これが梅かな。この辛味をこう絡ませて、わあ、はい、はい、うん、うまい。もういっちゃおう。
時間がないから表面で一枚一枚伸ばしてみる。オッケー、すごっ、圧巻。やば。そう、ライスなしだから、ライス。やっぱ火の通りが全然違うね。このやっぱ真ん中が熱いんだね。この端っこは全然焼けてないじゃん、ほら。バーベキューとか言って、焼肉ってバーベキューじゃないの。なんかもうとろろ飽きちゃったな。うん、なんか飽きる、とろろは。普通のタレの方がいいね。はい、どうも。お腹いっぱいになっちゃった。やっぱ食べれなくなっちゃったな。もうこんなになって、どんなに強いのこれ。やばいよね、この強さね。バーベキュー並みだよね。食うの遅いじゃん、火が強いだろこれ、明らかに。うわ、これも消したい。野菜ってあれ飾りでしょ、ああいう焼肉とかに横にあるやつ。だって焼肉がメインだ。飾りではあるの。飾り横でつく、これはまずいかな。大丈夫かな。昔はさ、運動するときはね、水飲んじゃダメって言われてたんだよ。熱中症になるから水は飲んじゃダメって言われてた。全く今逆でしょ。ねえ、昔は水は運動のとき飲んでダメって言われてた。あ、ね、小学校の。あ、ほんこばよ。小学校のとき、学校こうだったの。な、変わったんだ、中学から。ガラッと。もうこまめに、水分取ってくださいって。女の子とばっか遊んでたかな。ね、そんな女の子とばっか遊んでるとおかまになるよって言われた。男友達にね。
日はね、スタートが遅かったんだよね。スタートがまだ2時間しかやってないの、今日も。1日だから13時間労働だよね、平均で。ああ、惜しかった。なんかリーケントも欲しいでしょうか。あ、いいです。